渡辺恒夫は、日本の研究家、司会士、笹川平和財団特任研究員を経て、上席研究員。戦略国際問題研究所非常勤研究員、沖縄平和協力センター上席研究員。父親は、元衆議院議員の渡辺光三。1963年11月13日、渡辺光三の長男として生まれる。1988年、 東北大学史学部を卒業。司会師となるが、社会科学を学ぶため米国留学。1995年、ニュースクールフーソーシャルリサーチ政治学修士課程を修了する。その後、戦略国際問題研究所に入所し、客員研究員、研究員などを務めた。1997年11月、読売論団新人消化作入選。 2003年3月には戦略国際問題研究所上級研究員に就任した。2005年日本に帰国。三井物産戦略研究所主任研究員などを務め、東京財団上席研究員、政策研究部ディレクターに就任したほか、戦略国際問題研究所非常勤研究員、沖縄平和協力センター上席研究員を兼任している。 渡辺つねおと、同音異地であることを指摘されることが多い。テレビ朝日のサンデープロジェクトや、朝まで、生テレビ、などを皮切りに、NHK、TBS、富士テレビなどに、または、ビデオコメンテーターとして出演している。ありがとうございます。